北斗連騎闘争。やはりここには何か、我ら兄弟が北斗最強を目指し修行に励んだ場所だ。ケン、あそこ。ウヌの骨と北斗1800年の歴史を葬るに、ここより他に場所はない。ラオ、その野望とともにこの地に眠るがいい。もう野望などどうでもよい。ただ死を決するのみ。北斗神拳伝承者をほふる者の名はラオウ。このラオウより真の強者の歴史は始まる。ケンシロウ、知りとくだけよ。北斗神拳究極奥義、無双転生の前には死あるのみ。ラオ、貴様無双転生を。俺もこの心を血に染めて悲しみを背負うことができたわ。何？ユリア、ラオ、貴様ユリアを。手にかけたわ。だが、ユリアの命が俺に無双転生を吹き込んでくれた。今、全てが終わる。いいとも、あっけない落城よ。バルだよ、ラオはなぜハゲを捨てケンシロウ様との戦いに赴いたのか。真のハゲを成就のため。何、アシャドはそもそも天に仕え、この地上に平和をもたらす者のことだ。ならば天とは、この世に魂の平和をもたらす者のこと。剣王様はユリア様によってそのことを悟られたのだ。ではケンシロウ様との戦いは。覇者の引き際よ。覇者が引くときは死ぬるとき。ならば己より強き者に倒されることこそ本望だろう。もいらぬ、光もいらぬ。このラオウが望むものは剣の勝利。Wow!
我らはこの日を待ち続けていたのだからな。互いに究極を、無双転生を身にまとった今、奥義は武器にはならぬ。いわばゼロに戻ったからならば、この戦いは赤子の戦いと同然。行くぞ、ケジロその に剣を教えたみ、このラオウに一律の長があるわ。神に感謝せねばなるまい。我が前にこれだけの男を送り出してくれたことは。まるで無防備に打ち合ってる。変だ、ラオウにも剣にも憎しみが見えない。それよりも二人とも透き通って見える。小さい時の二人が。もうやめておけ。今日はここまで。嫌だ、やめない。もっと強くなるんだ。何のために？ラオウを超えるために。俺を超えるために？ラオウは時に言ったんだろう。自分が道を誤ったら時の剣でそれを止めろと。どうして時にだけ？お前、これだって北斗の兄弟、ラオウの弟なんだ。